おやすこんにちは、アムレです。今回はようやくですね、出番でございます。増白点使っていこうと思います。まあいろいろ、まあ、使いづらくてですね、増白点って。前職人とかやってくれたらまた話違うんですけどね、なかなかちょっと使いづらさ、あと割合に弱いっていうのもあって、最近のダンジョンで使いづらかったりしたので、悩んだ結果ですね、チャレ15鬼滅キャラのみ編成で出番です。はい、最初これね、今日一日中やってたんだけど、炭治郎でやろうかなって思って、炭治郎で最初やってたんだけど、なかなかちょっと厳しい部分があって、特にアシスト無効だのなんだのっていうところ、まあ、あの辺とかでも困ってて、で、結果、まあ赤座強いし、多色の方がいいんでねえのということで、今回は増白点が出番になりました。はい、増白点性のバインダースキム3つ封印ボイスありまして、憎たらしい。で、スキル26ターンダメージ無効化変身、変身後バインド封印3色プラスが1,2,3,4,5、この陰のカゴがあるので、よりね、これね、チャレ15で初めて俺は陰のカゴをちゃんと生かすから今まで奥調だの強調だのばっかりで、陰も陽もねえっていう感じだったんですけど、チャレ15はなんと陰のダンジョンなので、陰のカゴが生きます。で、ボイス技術無限合衆、いやこれリーダースキルの方でもよかったな。不快不愉快極まれる、これ結構ね、名言というかいいよね。で、3ターンスキル無効貫通60億上限解放のダメージ吸収の無効化、まあガチャドラみたいな感じですね。無効貫通とダメージ吸収の無効化、ただジンは打たないっていう、そこがちょっとなんかって感じ。まあ上限解放もありがたいんだけどね、第3属性も闇あって。で、リーダースキル3色で8倍4加3固定ダメージ持ちで、リーダースキルは、まあ、全パラアップっていうのがちょっとまあみたいなところだけど、4加3固定ダメージ持ちは強いんですよね。で、悪魔タイプ縛りあるけど全パラ5倍といった感じで、攻撃倍数も40倍で高いですし、割合こそ弱いけど、まあその辺がないダンジョンには適性はいけるかなみたいな感じですかね。ただ最近のダンジョンは大会割合あるのでまあその辺はどうでしょうみたいな感じですね。って感じで、今回は編成はこんな感じでいきます。武器含め全部鬼滅キャラのみですね。PDC とちょっと違う点あると思いますが、 PDC を生としていいです。結局割合が1箇所あるんですよ。ボススクールド第1形態、普通の通常のスクールドの半分時ダメージだから、気ダメージ軽減でなんとかならないかなっていうのを試したりしてたんですが、結局結論を行き着いたのが、もうその行動をさせる前に倒すっていう結論です。はい、まず増白点が気ダメージ軽減プラス4つ売ってますが、もうなんだったらもう全部いらないいらないので、もう遅延ぶりとかでも何でもいいです。別にキラーフローが振る舞いが火力は乾燥していけるような感じなので、まあ特にかなって思ったりします。はい、でねずこちょっとエッチだねあのねずこと共用ですね。はい、ねずこが使った後の竹器っていうんだっけ、こういうのを加えてもらいます。はい、これはまあ雲と操作負荷耐性、指も持ってます。今回操作時間結構長めです。で、ねずこ気まずいご本人がいるっていう気まずさすごい。ちょうど持って加えてないからね、これ取れた後の竹器を増白点が加えるといったコンセプトの編成ですね。はい、鳥肌もんですね。スキブプラス小学生遅延6振れば OK で、上天元様の武器を持ってもらいます。これはまあ初手の遅延役ですね。で、伊之助スキブプラスで、これもう属性吸収とかの対策と、あとまあ操作時間延長の役割がでかいですね。遅延4つの HP プラス2つでいいと思います。はい、で上は増白点もう1個使います。これ悪魔タイプ付与が必要なので、これつけたっていう感じですね。で、続いて小鉄くんです。これはねもう本当に大事、 L 字でアシスト無効解除しないと死ぬんで、ベロ若いそう。お邪魔耐性を聴覚性で、 L 字アシスト無効潜在で、ここはまあ遅延でも何でも振ってもらえれば OK ですね。で、続いて赤土の武器をつけています。悪魔タイプじゃないので悪魔タイプ付与をしつつの、こいつも属性吸収無効として使っていきます。で、続いて赤座、遅延6個で OK です。上伊之助武器、伊之助ねいっぱい使います。で、フレンド枠も同じですね。まあ伊之助に関しては7強漏れればいいかな、最悪まあ言ってもチーム HP とスキブあればいいかなとは思うんですけどね。7強なくてもこいつも陰のカゴ持ってるので、まあ乾燥狙っていけるかなといった感じになっておりますね。炭治郎武器とかでも全然いいのかなと思ったりはしました。はい、ということでバッチは HP でこれやっていきましょう。はい、ということでもう潜入してますね早い。結構ねタイム自体はね早いかな、サクサクいけるよ。1階層はとりあえず増白点武器空打ちで天元打って 1C を3回組んでいきます。
で3回組んだら赤座変身可能になるので赤座変身して、まあ、ちなみにここ盤面4色は残しておかないとダメですね。一応書いてないけど。で、これ4色あれば突破できます。まあ一応今回火属性の本誌ということもあってか抜けないんですが。はい。まあこれはしゃあなし。増白点打って倒していきます。まあ、水の火力はもうちょっと出てたら多分ワンパンしたんですけどね。本来はこうワンパンでいける想定です。はい、これで突破ですね。で、続いて2階層です。2階層は、まあ、ここからは特に何もない。234はもう赤座打って色決めるだけですね。なんなら4色でも飛びますが。はい、これで突破していきます。まあ、赤座は210億叩き出してますね。まあこれエンハンス込みだからね。で、ここで乱入が入りました。本来であれば誰だったかな。ここは乱入はまあ2パンするだけなのですが、謝礼弾はここの階層は本来はシルフが出るのか、まあ特に回復力半減だけですね。この俺と永遠に戦い続けようが今回めちゃくちゃ流れますんでね、皆さん今日寝る前とか夢の中に出るぐらい流します。はい、2パンですね。で、続いて4階層です。で、4階層も特に何もないです。会社の忘年会があったんだけどさ、ちょい前鬼滅のコラボのさ開催日と全く同じ日だったのね、金曜日。うん、なんで音消えた。あ、そうか、上画面ちょっと触れたんだわこの時で。まあ行かないよね忘年会なんか行ってる場合じゃないんでね。まあ、人生には優先順位がありますからね。ここは増白点打ちます。僕の中での優先順位は1番 YouTube だから、ね、1番 YouTube、 2番まあメインの仕事かなって感じですかね。3番目は何でしょうね。友人とかですか。まあ遊ぶ機会ないですけどね。で、ここの不動明王はとりあえず一発目はまあ適当に削るっていうか耐久ですね。まず耐久します。で、2回目から思いっきり殴りましょう。あとこの後スパイファミリーの映画をね見に行かなきゃいけないので、ちょっと急ぎ目でお願いします。8時半かな、8時50分かな、8時50分からありますね。どうなんですかね、スパイファミリー。まあ面白いんじゃないかなと思って期待はあるんですけど、もう見た方いらっしゃいますかね。モンストさんはコラボしてましたけど、ちょこっと楽しみです。で、ここで猪之助と赤道の武器も使っていきます。で、この時にもうワンパンでこれ回復も3つしかないし行こうかなって思って増白点打ったんですけど、赤道を打ってない一番大事なものを打ってない。赤道打ってないから吸収されちゃいますねうん、プラマイゼロ。はい、で、もうシャアなしでここから飛ばします。これ突破ですねもう何の時間だったんだろうみたいな。ここから持っていきます。で、続いて7階層ですね。7階はもう特にないです。コンボ吸収超えるだけ、色決めれば超えてます。これ倒していきますよと。はい、 OK ですね。で、続いて8階層はルシャナなので増白点を使っていきます。はい、これでもうワンパンですね。はい、 OK。 で、続いて9階層
9階層も特にないですね。もうワンパンするだけです。9から11までは特に、ただミオンが出た場合だけちょっとめんどくさいかなって思うので、ミオンは初手 99% 盾で削れないので、1回目は整地をねしてください。もう次のターン操作時間3、4秒で組める、まあ4秒になるんかなあれでも、決めれるよと、盤面決めれるよっていうような状態にしてもらえれば OK。 攻撃飛んでこないので、まあ、今回は引かなかったですけどね。はい、もうこの部屋もうマジで赤座強すぎてもう全員削れまくる。もう敵が途中で止まることはまずない。ダメージ無効でも貼られない限り敵はもうねすぐなくなっていく。4色とかもなくなっていくもん。なんなら増悪点も強いから。でこの次が鬼門の階層なんです。あ、そうだ、ここ大事。ここね、天元の武器を打ってください。うん、俺書いてない、これ一番大事、書いてない一番大事なこと書いてない。天元の武器を使って突破して12階層に入ってくださいね。これ絶対っすね。で赤座を打つんですけど、まあ打たなくてもなんなら盤面に火と木の L 字があれば OK。これランダムモードでパズル組んでます。ちょっと指が短いんでこれしないといけないんですよ。盤面76にして木と木の L 字を組んでアシストをこの種全部解除して耐久するっていう、これしないともうやられるんで、ここがね結構きついところはあったね。これをどうするか問題でねちょっとねうだうだ悩んでたんですよね。で今回も結論としては76盤面にした上で火と木をなるべく安定して5個用意するという作戦ですね。で半分からは増白点使って削っていけば OK です。二之助のバインドはもう無視してください。禰豆子たまりしたいね、禰豆子で返してあげれば OK。 まあどうせ次の次だっけ、光のやつにまたバインドされるんですけど、はい、ここからもうワンパンですね。ここ鬼門1ですね。で、こうマキナは火だったら水でワンパンします。なんか火しか合わないんですけど、他の色に関しては、まあ、水もな、木がね唯一、木のマキナがちょっとねどうかなみたいな感じなんですよね。まあ、イノスケ打てればいいかなみたいな、別に何が出ても問題ないんですけど、これ水の火力で全部飛んでいくんでどうでもいいですけど、木の巻きながらちょっと水との相性が悪いんでちょっと怖さはある。でアムネルだっけこいつで、これまたバインドされるね。これ禰豆子で返します。でエナが消せない状態来るよね確か。あの辺はまあ小鉄くんとか禰豆子があれば OK かなって感じですね。その他は特にだと思いますけどね、グラッド、ウォレス、こいつアムネル、ディアラしかり、まあ別に大丈夫だと思ってます。無効貫通は打てばワンパンできますが、打たなくても言うて削れるので、打ちたければ打ってくださいぐらいな感じ。闇吸収食らってますが、あこいあ大丈夫ね、闇吸収食らってますが特に水の火力が最後に入るので大丈夫で、キーラですね。キーラルレがうざいねと終わり。あとは適当に何回か殴れば OK です。だいたい3回殴れば一応突破できる想定。まあ増白点打ちたいならどうぞって感じ。だいたい半分手前ぐらいまで削れるんですよ、ちゃんと色決めれば。光が増白点の火力のみなので他全部まあ入るわけじゃないけど、上限解放赤座以外は入るかな。これでは削っていきますよと。30億以上無効やってるので変身キャラのね攻撃力は入るんですよね。ここはねちょっとミスったんでカットここは色をね決め損ねた。で16階です。ここはモアですね。まあ遅延がうざいねと。やること一緒っすね。無効貫通打ちたければ打ってもいいし、打たなくても削れるよと。はい、もうあとは戦い続けるだけと。これでまた半分手前まで削る。
でもう一回殴って、まあ相手の HP が 1,2 割残るって感じですね。俺と永遠に戦い続けよう。はいはいと。ぐーっと削って残りはもう一回打つだけですね。ちょっとまあ、キーランのルレが残っててうぜえ。まあ、それだけなんですけどね。まあ、スクルドが一応上書いてくれるんですけど。で、ここが鬼門第2ですね。ここがね、また、キーランのルレがあるから、もはや赤座の上限解放する必要ないかもしんないけど、赤座打ちの闇1セットの、闇だけだから完走させない。あ、2セット組んでるわ。闇はね、1セットでいいと思う。うん。闇の火力を抑えた方がいい。で、この半分手前で止める。で、無限ゴージュ使ってワンパン。赤座上限解放しなかったら、まあ確実に半分はいかないと思うんで。はい、これ、このムーブ。これをやってあげることによって半分値の割合をもはやなきものにするっていう。もうこれですね。超根性じゃないがゆえにできる戦法ですね。もう結論これがいいっていう風になったんで。で、こっからは特に、まあ、削るだけって感じなので何もないです。伊之助はね、なんか上が溜まりそうなんですけど、本来は本体のスキルを残しておいた方がいい。はい、2回削ればまあ半分いくかなって感じですね。でまず半分までいきますよ。半分いったら盤面広げられます。コンボ吸収きます。ジャッカ目覚めはもうやってましたって感じか。50パー盾か。はいはい。で操作短縮くるんですよね、2ターンに1回。それがめんどくさい。そこはもう気合ですね。4色決めれば経験貼れるんで、4色決めてくださいぐらい。まあ、イノスキャでは打ってもらえればね、耐久全然余裕なんですけど。で、これラストですね。ダメージ向こうのタイミングで、普通に増白点打ちは倒しきったんですけど、ちょっと一旦これ無駄にしてます。はい、ということで、これでとどめと。だいたい22分かかりました。まあ、20分切れると思います。全然余裕で。はい、まあそんな感じですね。まあ鬼門、第一鬼門が多分一番きついんで、あそこさえクリアできればなんとかなるかなと思いますので、少しも参考にしてください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。